こんにちは、平田フットボールクラブでございます。本当にお待たせしました、J3 も開幕いたします。ありがとうございます。ね、J1、J2 は一度始まって、まあ、再開という形ですけども J3 はまだ1試合も行っておりませんので本当のスタートでございます。ということでそのあたりの日程を、この方と一緒に見ていこうと思います、水沼貴史さんです。水沼さんお願いします。お願いします。J3 の皆さんには本当にお待たせしましたですね。そうですね、開幕前に中断になってしまいましたのでね、また J1、J2 の人たちとちょっと違う感覚なのかなっていう気はしますね。 J3 って全員がプロじゃなくてもいいわけじゃないですか。またそこでさらにコンディション調整とかいろんな生活の環境を整えたりするのも難しかったんじゃないですかね。すごく難しかったとは思う。新しく入ってきた今治とか全くわからないまま流れてしまって、岡田さんの頭の中えみたいな感じじゃない。やっと念願の J リーグじゃないですか、今治の方からしたら、うんうん、で多分去年の JFL の最後のところから盛り上げて盛り上げて J リーグっていう流れ多分考えてたと思うんですよ。でもそれが全部一度なしになっちゃったっていうのはこれ厳しいですよね。だよね、ぐわーって機運が高まってやった J だーみたいなとこからはっていう感じになっちゃうんだもんね。こっからもう一回ぐーっと持っていくのはやっぱり相当なエネルギーパワーが必要だもんね。まあ、最初無観客なんですけども、まあ、できるだけこう街ぐるみでなんか盛り上げていただきたいなっていう感じはしますね。いや本当それはそうで、まあ、今年 J3 で一番僕の中で楽しみにしてたのは岩手なのね。で秋田だからね、多分相当張り切って行ってるはずなので、うん、彼はなんか動画でマンションの階段めっちゃ上がってる動画上がってて、自分のトレーニングだっつって、そうやってねこうぐーっと自分で盛り上げていっただけに、まあ、ちょっと飛んだんはしてしまったけど、またぐーっと持ち上げてんじゃないの自分。そのあたりも含めましてちょっとスケジュールも、見ていきたいというか、第一節の、組み合わせはこんな感じになっておりますが、あの今高志さんおっしゃいましたけども、岩手グルージャ盛岡は、秋田新監督を迎えまして、すごいこう有名な監督さんはたくさんいらっしゃると思うんですけど、例えばそのすごい戦術を持ってる教えのが上手いとかたくさんいらっしゃるんでしょうけど、もう一個で知名度もやっぱり大事じゃないですか。まあまあある意味ね、その監督さんがでサッカーを知らない人も街にはたくさんいて、でもみんなが知ってる人が来たら、あよし今度グルージャ見に行こうかなっていう部分で言うと、やっぱり秋田さんみたいなこう代表経験のある方が監督になる意味ってありますよね。まあそういうところも魅力的な部分で監督としてオファーはしたんだとは思うし、まあ、新しく確かスポンサーのノバが、ね、が入って、まあ、いろんな形でこう盛り上げようみたいなところで、で多分秋田に来てもらうっていうところになったと思うので、まあ、あとはその選手たちがね戦う集団とか、うん、もうヘディンガーだらけの11人っていうのも面白いかもしれないですけどね。なんならあの去年まであれこの選手ヘディングしましたっけみたいな。いやいやいや本当本当高橋さん、コーナーキックとかすごい迫力でいるかもしれないですよ。いやいやそれはすごく楽しみだと思う。秋田やっぱりディフェンダーでも飛ばすとかクリアするヘディングはできる人もいいけども、点を取れなきゃ意味がないみたいなところが彼の中ではあるから、やっぱ点も取らなきゃダメだ。やっぱそんな選手を今この3ヶ月ぐらいで作ってる。楽しみというかあのまだ1試合もやってないから、逆にそのベールを脱ぐときがめちゃめちゃ楽しみですね。で岩手は去年一番下だったでしょ。最下位です J3 で、はい、だからある意味全チームの中で一番下からスタートじゃないですか、まあ、今治はちょっと違うけども、はい、だから秋田は上しかないですよ。であのブラブリッツ秋田はこれまでアスルクラロ沼津をずっと率いておられました吉田健監督という、この監督もまた独特の個性あふれる監督さんなんで、まあ、だって沼津もこう上げてきた監督でしょ。そうです、下から上がってきて、で沼津をね、まあ、3位4位とかこう結構上位で、まあ、昨シーズンはちょっと成績あまり良くなかったですけども、うん、
沼津を本当に下のカテゴリーからずっと見てきた方なんで、まあその後福島と八戸とか、まああと東北には、まあベガルタがあってモンテリオがあるんですけど、やっぱりそうやってこう東北内でもどんどん J リーグがもねさらに盛り上がっていってほしいなという気がするんですけど。いやでも近しいところで対戦して、うん、やっぱりそうやって盛り上げていってこうなんなんだろうなライバル心じゃないけど、うんうん、まあ J2 でいう例えば栃木と群馬と、うん、水戸。水戸とかの北関東なんじゃらとかよくあるじゃなくて、うん、その3チームで競い合ってみたいな、そんなような雰囲気に出てくればいいよね。なんかもっとそこを東北で盛り上がっていっていけばいいかなっていう感じはね。だって福島にしたって頑張っていかないといわきとかも出てくるから、やっぱり存在感を出さないといけないんじゃないですか。あとはまあ近くでというところでは、まあ、静岡はいきなりダービーで沼津ホームで沼津と藤枝のゲームがあるということになります。藤枝はもしかすると今シーズン中にその J2 ライセンス取得に向けてかなりこういい方向に行くのかなというような話も。伊崎さん何年目 ?3 年目伊崎さん3年目ですね。出すな結果。もう去年のやり方をちょっとこうベースにというところでもありますけども、まあデカモリスさんもいらっしゃいますし、今シーズンはあのまあ結構去年も経験のある選手とかその静岡出身の選手がチームに入ってるんですけど、今シーズンは枝村選手が藤枝に加入したっていうこともあったりとか、結構やっぱ実力のある選手がこのチームに集まってきてるんですよね。まあやっぱり強化のこうなんだろうな考え方がまとまってきたっていうところじゃないのかな。だからそういう意味では去年はあの最終的には3位でしたけど、本当にちょっともう一つ上を目指してのシーズンになるかなっていう感じはしますね。そして、まあ相模原と YSCC 横浜、これももう近くの対決というかね。相模原はスタジアムが新しく建てるとかなんかいろんな計画があるっぽいんだよね。だからやっぱクラブがもう大きくなろうとしてるから、やっぱり結果を出してそのバックアップしてもらうっていう人たちを納得させるじゃないけど、そういう風に今はこうシフトしてるっていうか、どんどん大きくなろうとしてる。多分相模原市ってポテンシャルは相当高いの。町自体が町としてね。でもそれもまた大事ですもんね。その町がどれぐらいこうパワーあるかというか規模があるかっていうのはね。みんなとかもいるからね。そうですね、そういうところもね選手として見せなきゃいけない。そして FC 岐阜は、今年は J3 で戦う、そして FC 今治も今年は J3 で戦うということで、まあ降格してきたチーム、そしてこう上がってきたチームがこう対決するということになりましたが、まあ、ゼムノビッチさんが岐阜の監督になって、まあ、千葉とかでよくねこう指導、まあ、プロだけではなくていろんなチームを見てたけど、まあ、どういうサッカーをするのかなっていうところはあるね。岐阜ってなんか個性的なチームだっていうイメージがすごくあるから、それをどういうふうにねオーガナイズして新しい岐阜になるのかなっていう気はするけどね。だからこの岐阜と今治っていうのはもうまずどういうサッカーを今シーズンやっていくのかっていう、そうだね、そういうところを見た方がいいね、うん、ちょっと注目したいところではありますね、うん、さあそして、九州の方では熊本と、鹿児島のゲームで、熊本は大木さんがこれ、いやこれこうちょっとある意味楽しみですねやっぱり大木サッカーはもう本当に独特なので、これ高橋さん、あのもうどのチーム行っても絶対大木さんのチームになるじゃないですか。なる、すごい。で今回はこれまあ中断というか一節始まるまでが期間長かったので、その染み込み度はかなり深まってますよね、これまで以上に。確かに練習で何こういろいろこうトレーニングの中で落とし込むことはもしかしたらできなかったかもしれないけど、リモートミーティングとかやってそうだもんやってそうやってそう。あのこの監督がチーム持つと、今までそんな足元うまかったかなみたいな選手までつなぎ出すっていうのが面白いんですよね。みんなさ、あ結構うまいんじゃんなるんだよね急にねそうなるっていうのが楽しいんですよね。でも監督いなくなった途端またサッカーが普通になるのがね結構大変らしいですけど。でその対戦相手が、昨シーズンは J2 で戦っておりました鹿児島ユナイテッド FC ということで、
結構今シーズンのその昇格争いをちょっとこう方向づけるような対戦にはなるかもしれないですね。まあキム・ジョンソンもね、基本的にはやっぱりつないでいくサッカーだとは思うんですよ。だからそれの成熟度がどういうふうにね、この戦いには出るのかなみたいなところはありますけどね。こちらはどちらかというとこうボールをどっちも大事にしたい、そうそうそう、チーム同士の対決ですもんね。そして今シーズンはFC 東京 U23 が、参戦しないことが発表されておりまして、その U23 のチームではセレッソとガンバで、セレッソ大阪 U23 の最初が、ガイナーレ鳥取とのゲーム。鳥取ももうね、こう上がっていかないとっていうところはあるんじゃないの。やっぱり岡野頑張ってるけどな。やっぱこう J2 から一度離れてだいぶちょっと期間が長くなってきましたからね。そして、下の、2試合はこれが6月の28日日曜日のゲームで、カターレ富山対 AC 長野パルセイロがまずあるということですけど、富山も去年はいい成績で、もうちょっと早めにエンジンかかれば昇格争い入っていけたかなというような感じありましたけど、まあ、トレーニング自体は多分足立監督は、まあ、厳しい人なので、まあ、その若い選手たちをしっかりとこう、まあ、鍛え上げてっていう言い方はプロにはおかしいのかもしれないけど、まあ、しっかりとねトレーニングを積んでやるタイプの選手、監督だと思うので、自信をつかめさえすれば良いんじゃないですかね。何か所かスタジアムで足立監督とお会いして、結構その選手、新しい選手だからこのいい選手いないかなみたいな感じで、いろんなスタジアムにも足を運ばれてました、違うカテゴリーの。あー、よく見るんだよね、まあ、彼もサッカー好きだからね、まあ、みんな当然好きなんだけど、選手たちをよく見てる。だから去年富山は本当にいい成績を見せたので、多分応援されてる方は今シーズンに対する期待は相当大きくなってると思いますし、でも長野もね、やっぱりスタジアムもいいですし、いやーいいね。ね、昨シーズン順位的にはそれほど上じゃなかったんですけど、終盤すごいこう5連勝でフィニッシュしてるんですよね。今シーズンはちょっと今までのメンバーが結構チームを去って、新しい長野になるのかなっていう感じはちょっとねしてますけども、ね、まあ、そこのこの富山長野も楽しみにしながら、そして一番下は讃岐と、ガンバ大阪 U23 ということで、讃岐の方に上野山さんが行かれたようで、まあ、フロント強化じゃないけど、その育成から全て多分任されてると思うんだけど、まあ、ガンバをああいう、まあ、育成をしっかりとさせて、強化分をしっかりとして、まあ、あれだけのクラブというかチームにしてった実績があるので、まあ、なんか男気じゃないけど、自分がそういうところを任されて、もう讃岐っていうチームを変える、まあ、なんだろうな、一肌脱いだじゃないけど、なんかそういうようなタイプの人だから、なんか良い方向に行くといいよね。でもそういうチームがガンバの U23 とやるっていうのも何とも言えないところはあるね。面白いですね。あと監督も新しく望月監督でしょ、讃岐は。まあ、去年まで福井でやられてて、まあ、かつてはね愛媛でもされてましたし、ヤマハの選手だった人ですけどね。だからそういうまた歴史をまた知ってると、さらにJ3 とか多分普段見られない方もたまに見て、試合前にベンチ映るじゃないですか、でこう監督さんがバーンって打った時に、あっって なったりするんですよね。する。あとコーチそうそう、あっとなったりでそこもねちょっと J3 もぜひたまに見ていただいて、楽しんでいただきたいなと。まあやっぱり個性的だよね、本当に。なんか監督もクラブも、まあ、だからこうたくさんのなんか地元の人たちに愛されるクラブになっていくんだろうなとは思うけどね。今シーズンはどこって言われたら分かんない。いや、どこない、分かんない。もう始まってみないと分からない。でも分からないのが面白くないですか。いや、だと思います。やっぱりこのチーム強いよねっていうふうに終わってしまうのもなんかね、なんか始まってもう5連勝とか何連勝でも全然勝てないじゃんとかっていうのもね、そのチームのサポーターの人はいいけど。そうですね。まあでもそう簡単にこうもう決まるような感じではないと思いますが、まずは何よりもやっとこう始まるというところが、そう、それがまず本当にリアルが見えるっていうところがね、いいじゃないですか。やっぱり
戦ってる顔とか、うん、まあ、あとは今シーズンは声が楽しみですね。要は無観客なので選手監督の声がよく聞こえる。まあそれこそ最初の 2,3 試合は絶対そうだから。あ、その選手そんな感じで呼ばれてんだみたいなね。結構コーチングするんじゃんとか、なんていうんですか、大人のサッカーなんでもっとすごい指示、細かい指示出してるのかなと思いきや、もっとライン上げろみたいな、意外と小学生に言うのと同じようなこと言ってたりすることもあるじゃないですか。もうクリアだみたいな、そういうのもなんかリアルで面白いですよね。面白い。その辺も今シーズンは楽しんでいただきたいと思いますが、高橋さん自身はシーズンに向かう今のコンディションとか心境はいかがですか？ようやくなんか始まるなという感じですね、うん、本当に困ってたので選手も元気になります、サポーターも元気になりますけど、こうやってサッカーに関わる人たちも多分元気になっていくと思います。いや、なりますよ。このだって中断期間中に、まあ、実は還暦を迎えまして、もう60歳にもなりましたし、まあ、本当はそういう時にこう大々的に還暦ですっていうパーティーをやってもらえるはずだったんですけど、今度そのもうなんかみんながちょっと集まってもいいよみたいな空気になった時に、こちらで水沼貴史還暦祝いパーティー開いていいですか？やってもらっていいですか？もちろん。もう部屋真っ赤に染めますから密にならないようにお願いします。わかりました。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。